はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は出品登録時に表示されるエラーコード5665について話をさせていただきます。出品登録時にブランド名を記入した時に表示されるものなんです。本当にそのブランド名っていうのを使用してるのかっていうのを Amazon からベチッと突っ込まれるようになったんですよね。なので、我々の回答とすれば、はい、使用してますっていうことを Amazon にしっかりとアピールすることができれば OK です。とにかく出品登録時 に今まではブランド名をバーって記入してそのまま保存して終了のボタンが黄色く光るのでそこをクリックすれば出品登録終わりでした。もうそんだけで済んだんですね。しかし、ながら現在はボタン自体がもう押せる状態にならないんです。で、エラーコード五六六五っていうのが表示されるんですね。とここの方にパッと出させていただきますね。一言で言うと繰り返しになりますが、そのブランドっていうのは本当にあなたが使っているブランド名なのか、ちゃんとそのブランドを使用しているのかっていうことにアマゾンから突っ込みが入る。 特にアメリカっていうのは使用主義なんですよ。元来。アメリカでは、並びにアメリカアマゾンでは、その、ご自身が使用するブランド名っていうのをちゃんと使用しているかどうかっていうことに重点が置かれているということです。 逆を言えば、商標登録をしていなかった人であっても、そのブランド名をずっと使用し続けてきたという証があれば、その人にそのブランド名を使用する権利がありますよねっていう考え方を、u s p t o という日本でいう特許庁ですねっていうのも持ってるわけですよ。それは使用主義っていうわけです。ということは、今回に関しては、我々がそのエラーコード5665が出てしまった場合、 はい。私はこのブランドをちゃんと使用してますよっていうことをアピールできればいいわけです。具体的なやり方はこの緑で書かせていただいた部分です。テクニカルサポート、アマゾンのセラー専用の窓口ですね。テクニカルサポート、通称テクサポに連絡し、ブランド名を認知してもらえばいいっていうことです。認知してもらうっていうのは別に商標登録しましょうっていう話でも、アマゾンブランド登録しましょうではなく、とにかくその商品にそのブランド名をちゃんと使用してますよ。 っていうことを Amazon に認知してもらえればエラーが 解除される。エラーコード5665が解除されるっていうことです。ここから先はまだまだ統計学的にはデータ数が少ないので断定はできないんですが、現状はこういった形で私の生徒さんがエラーコード5665を解除できますたちゃよっていう話をさせていただきます。具体的に今生徒さんの指導させていただく際にこのやり方を行っているんですが、出品登録を行います。そしてブランド名を記入するとエラーコード5665が表示されます。 じゃあ、その時どうすればいいか。エラーコード5665の表示されている出品登録上の画面をキャプチャーしたファイル。まずは用意してください。これ一つ目の材料です。で、二つ目。ブランド名を付与した商品の画像です。で、このブランド名を付与したっていうところが大切で、ちゃんとくっつけたっていうこと。 ですから、自分の買い付けた商品に、例えば紙タグをポンと上に置いて、で、写真を撮ってもらって OK って思ってる方がいるんですが、それ NG です。だって、ただブランドのタグをポンって置くだけだったら、別にそこら辺の商品全部置けちゃうじゃないですか。紙タグ、布タグ、あと印刷刻印。できれば印刷刻印が一番いいんですよ。ただこれは高級的に、 ブランド名を付与するというやり方で、これはもう ODM、OEM の部類に入ってくるので、これやろうとすると、一つの商品何十ロットとか何百ロット仕入れる必要が出てきます。だから、取り急ぎ、紙タグ、布タグをしっかりとくっつける。これ、代行会社さんでやってもらいます。タグ付けガンっていうのがあって、それ別途購入する必要はありますが、だいたい15件から30件ぐらいで買い付けられるものです。数百円ですね。買い付けられるもので、例えば、靴下だったら靴下にガチャーンとタグを付けてもらう。 服だったら服でガチャンとつけてもらう。 で、商品の画像を撮影してもらう。これって、私と私の生スさんが使っている代行会社さんは、スマホで簡単に撮影してもらいます。で、スマホの画像で構いません。話をまとめます。エラーコード5665というのは、出品登録時にブランド名を記入した際、そのブランド名に対して Amazon から突っ込まれるエラーコードだと考えてください。どこに表示されるかというと、バリエーション出品される方は、バリエーションタブの中にエラーコード5665というのが赤字でわーって出てきます。で、こうしてください。ああしてください。詳しくはここ こうチェックしてくださいっていう注意書きもわって出てきます。これ出てきた時の対策として、まずそのエラーコード5665うんぬんかんぬんが表示されている出品登録画面のキャプチャーと簡易 OEM レベルでいいので、ノタグ、紙タグをしっかりと付与した状態での商品画像っていうのを代行会社を通して撮影してもらって、その画像をテクニカルサポートに提出して、私、ちゃんと使用してますから。 解除してください。エラーを解除してくださいっていう形でお願いをするという流れになります。とはいえ実際やってみると分かりづらい点、多々あるとは思いますので、サポート期間中の方は初回の出品登録は一緒にスカイプで画面共有しながら行います。その点はご安心いただければなと思います。あくまでも現状このような対策の仕方、紙タグ布タグでも大丈夫だよっていう話であって、これが未来英語をずっとそのやり方で OK っていうわけではないです。 というわけで最後までご清聴ありがとうございます。もしよろしければ、こちらの動画、高評価、またチャンネル登録いただければ幸いです。では、失礼いたします。